常念つかさチャンネルニュースの虎川画ーはい始まりました皆様面白かったら高評価のボタンそしてチャンネル登録ねさらにコメント欄に感想など書いていただきまして内容気に入ったらぜひね thanks ボタンでご支援くださいよろしくお願いします法政大学教授島田正彦さんまあ有名な作家さんでね紫綬褒章も受賞されてるそうなんですが万事休すということでまあテロリストをね擁護するような発言をしたということで夕刊富士からですねまあ質問を受けまして えー、それに対して回答がまあ,、えー、まあ長文がね割とね来てるんですけど、まあ、内容があまりにもひどいとやっぱりこの人テロを擁護してたんじゃないか物語か英雄化に、ね、加担してたんじゃないかということでいろんなところから批判が湧き上がっております。でまずはね あの、ちゃんとですね、あの、島田さんのね、反論を踏まえた上で、えー、それに対して再反論しないといけないので、有敢不二のね、これ長い記事なんですけど、5ページ目にね、この島田さんご本人がですね、えー、質問に対する回答事項を寄せててね、原文そのまま書かれてるのがありますので、全部読むとちょっと長いんですけど、えー、まずいところね、まずあの、呼びたいんですけど、まず最初ね、あの、一応詫びを入れてます。 テロの成功に肯定的な評価を与えたことは公的な発言として軽率であったことを認めます、えー、殺人を要因にする意図は全くありませんがえ当ホンそのように誤解される恐れは十分にあったので批判は謙虚に受け止め今後は慎重に発言するよう努めますと一応最初は見び入れたんですがこの後ですよはいあの親ロ派の皆さんがよくやるやつですよね ね、<laughs> あのえ「ロシアの侵略は許せないが」と言ってその後ずっとウクライナの悪口をうみたい人いるじゃないですかあれと同じ手口ですねはいあのー、今後は慎重に発言するように努めますがとねこの後続きますただと続きますはい、えー、安倍元首相襲撃事件には、えー、悪性への抵抗復讐という背景も感じられ心情的に共感を覚える点があったのは事実です犯人が抱えていた統一教会に対する怨恨には同情の余地もありそのことを隠すつもりもありませんはい開き直りです ひどいですね,ねあの思いっきりこれがあの物語化とです、ね、英雄史っていうことですね島田さんご自身で実演されてますよねはいあのー、その背景もね,ね悪性の抵抗復讐という背景も感じられこれがまさに物語化ですよ、ね、でそれでさらにですね共感を覚えちゃったわけですよねでそこから英雄史ですはいね、んこには同情する余地もありね同情してでそれを隠すつもりはありないとねもう開き直ってると何が悪いんだと物語化して俺はねあいつが英雄史してるんだ何が問題なんだと さらに政権と旧統一教会の癒着を暴露する結果になったのも事実です。ほらテロで世の中変えちゃった、ね、これ成功体験でしょこれもあの肯定してるわけですよ島田さんね、はい。今回のエアレボリューションでの発言はそうしたことを踏まえかつ犯人への同情からつい口に出てしまったことは申し添えておきますと、まあ、あの繰り返しですね犯人に同情していると。 ね、いうことを言ってますね。まああの犯人の名前は私は言いませんよ。テロリストには名前も与えないんでね。言いませんけど、あの、繰り返し犯人への同情、犯人への同情って言ってて、まあ要はそのね、えー、彼のその、まあ、犯行動機ね、これに完全に物語化に引っかかってね、ね、同情して、まあ、英雄視してるっていうことを、まあ、ご自身で認めてると。ね。えー、さらにね、まあこ、ここからまた言い訳なんですけど、大学の講義で殺人やテロリズムを容認するような発言をしたことはありません。本当ですか本当ですかあの、 このイベントでの発言が殺人やテロニズム容認発言ですから客観的に見てねあの島田さんの基準ではそう言ってないかもしれませんけど他の人が見たら分かんないですよまあ授業という密室の中でね行われている講義ですからね分かんないですよ はいでその後ねテロ容認言論に対する暴力的封殺に抵抗を覚えるのは一言論人として当然であるしまた暴力に対する暴力的復讐もえ報復も否定する立場から先制攻撃や敵基地攻撃など専守防衛を逸脱する戦争行為にも反対しますともう論点ずらしですね全然分かってないですねこの人ねはい戦争と自衛権の行使っていう、まあ、国際法の、えー、極めて基本的な枠組みがですね、えー、大作家先生 ね、この島田雅彦というね大作家先生お分かりでないようで非常に残念だなと、えー、思います、えー、さらにですよ論点ずらしは続きます「戦争はしばしば言論のダランスという事態を伴ってきたという、えー、歴史を振り返りテロリズムと同様に戦争にも反対の立場であることを明言しておきますと」とねまあ論点ずらして、えー、マウント取るという,、ね、う意味のわからない発言ですね はい。さらにですね、えー、一方で、安倍元首相暗殺事件や岸田首相襲撃事件を、言論に対する暴力と捉え,捉える場合、えー、これまで政権が行ってきた、言論、報道への介入、文書改ざん、説明責任の放棄といった、負の側面が目立たなくなるということもあります。はい、出ました。敵のり出方理論です。<laughs> これが敵の出方です。はい。あの、要はですね、政権側がですね、えー、言論、報道への介入、文書改ざん、説明責任の放棄をやってるから、ね。だからそれに対して、暴力で返してもいいんだ、みたいなね。 まあそういうロジックにつながりますよね。暴力は否定しているものの、ね、向こうがやってきたんだ。ね、向こうへの注目はなくなるじゃないか。こう、どっちもどっち論ですよね。まあ、総裁論理にもなってるし、まあ、いわゆるこの敵の出方理論にもなっていると。 すごいですね、島田さんね。もうてんこ盛りですね。この奇弁のね。はい、左右の奇弁のてんこ盛りです。さらにまず続きます。また、民主主義への暴力的挑発と、えー、捉えると、国会軽視や安保3法案の閣議決定など、民主主義の原則を踏みにじるような、えー、行為を、えー、公然と行ってきた政権があたかも民主主義の守護者であったのかのような錯覚を与えるという側面もあります。えー、という面もありますと、ね。もうこれもそうです。続きです。 向こうがもうひどいからなってる民主主義を踏みにじってるのは政権側なんだとね言ってるわけですよ思いっきり共感してるじゃんこの人テロにねはいさらにまず次ますテロは政権に反省を促すよりは、えー、政府の治安維持機能を強化し、えー、時に真実を隠蔽することにつながることもあるがゆえ肯定的評価を与えることはできませんって今与えてたじゃん <laughs> つい数行前にあなた与えてたじゃん島ンさん ねええー、そのことはテロリズムを描いた殺生、えーえー、パンとサーカスでも明らかにしてますそうなんですかねまた回りくどい観念論なんか偉そうにやったわけじゃないもう意味わかんねえよそんなぐちゃぐちゃこねぐり回さないでさシンプルに結論に言ってくださいよ千葉さんね同情してんでしょテロリストにねそれから政権がもう先に言論ダウンスとか悪いことやってるからこれぐらいやり返したってしょうがねえって思ってんでしょ本当はどうなのこれはっきり言った方がいいですよねそれが端々に感じられる文章だなってことで私だけじゃないんですよいろんな人がこれ批判しますこのあとね私が何でこう言ったかっていうねいろんな人の批判をまあ 引用しますけれどね最後にねこんな風うに言ってます。 放送の翌日に、岸田首相に爆発物が投げつけられる事件が起きましたが、えー、歴史を振り返ると、テロリズムの世直し、えー、テロリズムが世直しのきっかけになったケースはほとんどないし、連鎖反応や模倣犯を呼び込む可能性があると、改めて思いましたで、よ <laughs>。お、前みたいな同情する奴がいるからさ。だからもうお前とか言っちゃったけどさ。お前のように同情する奴がいるから。物語化するとな、同情する奴出てきて、ほんで模倣犯呼ぶの。今回、もろそのケースでしょ。今回のがまさに模倣犯じゃないですか。あんたはこうやってね、前のさ、安倍さんの事件のことをさ、ね こんな感じで「同情します」「かわいそうです」「政権側が暴力を」みたいなこと言ってるからさ全部正当化されてんじゃんこのね話ねひでえなということで、えー、いろんな人がですねこのまあ島田正彦、えー、先生のね、えー、大作家先生のね、えー、このですね、えー、<laughs> まあ言い訳というかなうんまあこれを、まあ、批判されておりますで、えー、片岡浩一さん元日銀審議員でね我々リフレハンの仲間ですけど、えー、こんなふうにおっしゃってます人としてのノリを超えた問題発言 回答全文も論旨不明瞭まあ、全くその通りですね。論子はまあ明瞭ですよ。うん。あの、やっぱりまだ、そのね、テロリストに同情してるし、ね、こういうことやるのも仕方なかったかな、みたいな論旨でしょ。明瞭ですよ。はい。 えー、さらにですね、元産経新聞、さゆう草玄太郎さんね。はい。島田正彦氏や石坂啓氏に真面目に問いたいのですが、安倍晋三さんの何がいけないんですか社会保障制度は、労使協定を厳しくしたり、介護の一日当たりの補助を引き上げたり、財政がない、えー、中でいろいろやってるわけです。どっかの国も戦争仕掛けたわけ、えー、どっかの国に戦争仕掛けたわけでもない。アベノミクスで株価も、地価も税収も増えて、えー、有効求人倍率は改善した。特定秘密保護法だって、社民党などのように井戸端会議で、えー、安倍さんの悪口を言ってた 逮捕されたか、な、されてないでしょうと。要するに、彼らが安倍側の、彼ら、安倍側の自称知識人の皆さんは。安倍だから嫌いとか、極右だから、何をもって極右というか、知らんが、とか、平たく言えば。ジャイアンが伸びたのくせに生意気だと言って、いじめて殴り倒しているのと、え、非常に似たようなものを感じるんですね。まあ、全くその通りですね。全くその通りです。はい、斉藤さん、こんなふうにおっしゃってます。それからですね、どちらかというとというかね、むしろ、まあ、左派のですね。物理学者の菊池誠先生ね。 はい、あのー、こんなふうにおっしゃってます。まずね、えー、先ほどね、私が読んだ、有敢不治のサイトを引用して、島田正彦の言い訳全文はここで読めます。これがリベラルを自称する言論人の発言だというのは恐ろしいことですよと、えー、した上で別のツイートでね、島田正彦は、えー、まさしくリベラルの敗北の象徴になりましたね。えー、J リベラルがリベラルでも何でもないことを、これこ、これほどはっきり示したのはすごいことです。 まさしく思想的敗北ですよもう言論活動をやめるべきだなということで、税リベラルはリベラルにあらずと、日本のリベラル、極左なんじゃねえのみたいなね、まあ、そういう話ですね、あの思想的敗北というね、菊池先生の,この、ね、おっしゃってる通りかなと、えー、いうふうに思います。 えー、さらにですね、野村修也先生ね、中央大学、えー、大学院ね、他大学院の野村修也先生ですけれども、えー、島田正彦氏は、こんなことを言うと品種を買うかもしれないけど、今まで何ら意思むすくいることができなかったリベラル市民として言えばね、せめて暗殺が成功してよかったな、と発言。本来リベラルは暴力による言論封殺に抗議する側、 彼はリベラルの衣で仮装した別の思想家目的のためなら暴力も許容する立場ということでまあそういうことですよねはいあのリベラル風味の味付けになってますけど中身は違いますはい中身はだからプーチンとかさ、うん、あのキム・ジョンウンとかああいうのに近いんじゃない、ね、発想的にはねはい、まあ、だから正しいことをやる場合はねあの暴力も肯定されるんだとその暴力を使った犯人にさ「めっちゃ同情してます」ってこのね、えー、言い訳の文章の中でも言ってるわけでしょ その言い訳の中で自分が同情していることを隠さないしちょっと開き直ってますよね。ねなので、まあ、この野村先生のおっしゃる通りね島田雅彦さんはリベラルの衣で仮装した別の思想家なんですと、まあ、おっしゃる通りかなというふうに思います。 えー、さらにですね、えー、元毎日新聞のね、佐々木俊直さんね、前にあのこのね、テロリストを物語化するなというね、素晴らしいあのツイートをされていた佐々木俊直さんですけど、こんな風にあの、おっしゃってます。ご本人もシェア,、えー、シェアされてるので紹介しますが、えー、21分20秒、島田正彦氏、何ら一種報いることができ、えー、でき、えー、報いることさえできなかったリベラル市民として、せめて暗殺が成功してよかった。これが新聞テレビで特に問われないのが今の日本のポリコレ。 暴走する権力、堕落するメディア、霊続する国民を切るというふうに、あの、お怒りでございます。なるほどね。まあこれ本当にね、今回のこの島田正彦さんの発言、大問題ですよ。大問題ですけど、ね、勇敢不治倉しか取り上げてないじゃん。ね、これ逆にですよ、自民党の閣僚がこんな発言したら大変な問題になりますよ。 ね、あの例えばですよまあその、えー、リベラル側の人というかね、まあ、左翼側の人が暴力にあって自民党のね誰かまあ閣僚とか議員がさねあのえー、同じこと言ったらねせめて暗殺が成功してよかったみたいなこと言ったらさこれ大騒ぎでしょ、ね、ところが島田雅彦が言っても取り上げないわけですよこの権威主義島田先生は怖いから取り上げない何なんですかこれねもうマスコミ終わってますよね これあのまさにあの菊池、えー、誠先生がですねリベラルな敗北とね思想的敗北とねおっしゃったのがねぴったりかなと思いますで最後にね、えー、平井浩二さんあの、まあえー、BS 富士とかね、まあ、昔、えー、今の目出てるのかフジ、えー、テレビの人ですよね確かねこの人ね、はいえー、平井浩二さんこんなふうにおっしゃってます法政大学が島田教授をどうしゅ処分するかに注目しているテロ容認は許されない 何もしなければ法政大学はテロ発言を黙認する大学とみなすものも出てくるだろう危険な学校と思われないためにも法政大学はテロ容認発言に対し毅然とした対応をする必要があるというふうにおっしゃってます私も賛成です法政大学さんテロを容認するような人をね大学教授なんかにしておいて本当にいいんですかねよく考えていただきたいなと思いましたはいということで今日の内容面白かったらぜひね高評価のボタンとチャンネル登録お願いします最後にコメント欄に感想など書いていただきまして内容気に入ったらね Thanks ボタンでご支援ください。よろしくお願いします。Go!